ベイビーバス運動会フラホープ。私大きくなったらオリンピックの体操選手になるの。はい。あ、疲れた。でも明日は競技だから練習しなきゃ。みなさん、フラホープの競技がすぐに始まります。ついに始まるのね。フラフープなら自信があるわ。わ、ママすごい。みんな準備運動をしなきゃ。準備運動をきちんとしないと怪我するかもしれないのよ。準備運動だなんて、こんなの運動のうちに入らないよ。競技の見物でもしなきゃ。どうだい、尻尾でもフラフープ回せるんだぞ。テンテン、危ないでしょう。先生ごめんなさい、わざとじゃないんだ。大丈夫よ、でもフラフープは腰で回してね。そんなことしちゃ危険よ。はい。競技のルールはとても簡単だよ。ホイッスルが鳴ったら回し始めて、フラフープを落としたら負けなんだ。一番最後までフラフープを回した人の勝ちです。みんなわかったかい？はい。よい。服はいきなり落としてる。どうだい、フラフープはこうやるのさ。ミミ先生助けて。ミュウミュウとモモが残ったわね。誰が優勝するかな。私とモモだわ。緊張しちゃう。モモすごい。キキ、お前のせいだぞ。お前のせいで負けたんだ。ごめん。おめでとう。今日のフラフープ大会の優勝者はモモよ。やったー。ママすごかったわ。将来オリンピックに出たら先生応援に行くわね。本当ですか？オリンピックを見に行ったことあるんですか？もちろんよ。先生の友達もオリンピックの選手だったのよ。優勝しました？いいえ、2番よ。あ、私と同じね、2番だなんて。2番だったけど、とても嬉しかったって。友達がそう言ってた。競技の結果は重要じゃないんだ。俺は競技の過程を楽しんだんだ。変なことをするのが本物の喜びなのね。競技の過程を楽しめですって。わかったわ。みんな、競技の結果よりももっと重要なことは競技を楽しむことなんだよ。